俺のこと好きでしょってよくエリーちゃんに言っとるんだよ。サバ置いてけばいいぞ。よっす、本日です、本日です、なんと投げよ。なんと見たらわかる。社長の家に来ております。さっきからどんどん扉が閉まってくる。うるさすぎる、うるさすぎるんで、ちょっとトーン下げましょうか。緊張迷惑って言われそうなんで。緊張迷惑って言われそうなんで、ちょっとトーン下げて喋ります。まあ今回はですね、社長って、まあ、最近多分視聴者さんも分かる通り、アルファードとクラン2台乗ってるんですよ。2台持ちなんですよ。そう、まあいわゆるビッパーってやつ、一丁前にね。で、大体いつもお前が運転手なんだろ。はい、アルファード。そうです。クランもお前が運転手なんだろ。クランも僕が運転手。じゃあもういらんじゃん。もう運転手もういらんじゃん、お前もらっちゃうよ、もう。で、今日はですね、このマスキングカラーっていう、まあ落とせるペンみたいな、剥がせるって書いてある。そう、剥がせる塗った後剥がせる、まあ、水性塗料なんで、うん、剥がせるやつを、まあ、社長の車に乗ってみました。それパクリだろ、お前。それパクリだよ。パクリだよ。まあ、7時ぐらいまで打ち合わせしてるって言ってたんだ。どんで今頃多分本社でインスタばっか触っとんじゃない。最近インスタにハマっとるらしい。最近インスタで多分その打ち合わせだと思うんですけど、なんでということで、まあ本当に今回まあ、社長の車に落書きしてみて帰ってきてね、どんな反応かということでね、まあ社長の車に落書きしてみたいと思います。錦織圭みたいにこうやって。じゃあでは早速ね、帰っていきたいと思います。下手したら警察通報され、最悪。本当だったらやばい。大体塗り替え道場って書いた方がいいんじゃない。塗り替え道場ってやっぱ塗り替え3なんで。僕一応めちゃくちゃやりたいことがあるんですよ。何？いいっす、ベンツのマークとかかかんでよ。バレた。なあ、もう明らかにそこになんか明らかにエンブレム書こうとしとったよな、もう。場所が場所ですよね。まあまあちょっとそれだけね、一個だけ。押せなかったんですか。あ、じゃあ押すんじゃない。分かった。ここ押すんだ、こうやって。これ、多分逆に怒るよね。綺麗だったらまだ分かるけど。よく分からないよ。ベンツなのか、分からん。ちょっと絞りすぎなんじゃない。なくなるかな。なくなるで、そこで。これ何本も買ってきたの分かったよ。もう半分くらいないよ、もう。やっぱりあれだよね、やっぱり塗り替え道場に、やっぱりさ、強調しといてさ、これやっぱり番号がいるのよ。やっぱりみんな知りたいでしょ、やっぱり0120。それやばいって。みんな電話してきてよ、ちゃんと見積もり待っとるでね、見積もり。ちょっとやばい、使いすぎ。ちゃんと10本だよ、これ。何これ、買うの間違えたんだよ、これ。言うても社長、これ1本取ったら普通に書けるんかなと。全然書けんもんだよ、これ1本。これ多分逆に切れるよ、社長、これ動画見たら。ちょ、お前だよって、いたずらするんだけど、何も面白くねえよ。こんな本当に小学生のいたずらやんけ、みたいな感じになるでしょ。これワンちゃん帰ってきたら気づかんに、多分ちょっと LINE みたいなの入れてきます、普通に。しゃ、まだね、とりあえず、まあ、あの人が怒らない、1個思いついた、俺。ちっちゃいボンネットだな。ちっちゃっ、マジ。これだったら怒られそうじゃない。怒られるけど、文字ちっちゃっ。バーカーが。いいや、久しぶり。寂しいやつ。バーカーじゃん、それ。ハゲてる刃って書くんです。最近好きらしいね。最近ハマってるし、そうだね、例えば。俺らがバレんと方法、1個思いついた。うん、まあ、こうやって書くじゃん、普通に。マジこれ絶対バレる。これめちゃくちゃ俺いいやん、思いついた、普通に。何？これ絶対バレんでしょ。アンチ参上。これ絶対分からんだろうね。なんならアンチ入れてくれるやつ名前入れたのか、これ横に。YouTube 名の Google で見れたのか、ここに。そしたら、あいつやったんだってなるでしょ。まあまあ、いつもの鬱憤がありますよね、社長には。やっぱ、文字より俺はこっちか、パーティーみたいにしなかったじゃん。それさ、いくら剥がれるとはいえ、これ。逆に大変ですよ。あと、片付け頼んだぞ、社長が。頼むだけだよ、社長、多分。どうせ。確かに。
ちょ、これ、これ怒られる人、怒られる人逆に言ってたら、じゃあ、これで参上しながらいや、言うても社長って多分足が出るだけだから大丈夫、僕らペンキ出とるだけだからいい感じにまとまったな。なんかあの、ひつきワンちゃんみたいな。そう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 。ダルビッシュみたいな感じ。ではですね、こんな感じで綺麗に仕上がったんで。こんな感じで綺麗に仕上がりましたんで。あとは社長の帰りを待つだけです。まあ、どんな顔するのか楽しみ。俺自分の車だったらもう正解だよね、こんなもん。いや、多分逆に僕、逆に社長の立場だったら、僕多分ぶち切れるね。社長は車でとりあえず家で待とうか。いや、持ってるから。何鍵持ってるんですか。持ってるってお前知っとるだろ、俺。俺が誰か分かる。俺分かる。わかります。ミッチーさんですよね。ミッチーだぞ、お前。天下のミッチーだぞ、お前。よいしょ。ん？やばい、セコなっとる。セコなっとるから。セコもやっつけない。セコなっとるで、お前。大丈夫だって、任しとけって。俺今の解除してきたら見とけよ。やべえぞ、セコになってるぞ。ほら、おかえり、おかえりなさい。いや、聞いたわ、おかえりなさいってやったよ。俺、ここの住人じゃねえけど、おかえりなさいって言われちゃったよ。靴、廊下なのかい。なかなか帰ってこんな。ちょっと、喉変えたし、ちょっとお菓子取ってきてよ。じゃあいいっす、自分で取ってきてくださいよ。大丈夫だって、お前な。じゃあ別にいいんですけど、撮ってくれ。ちょ、今 TikTok 見てるっすよ。 TikTok じゃないと、もう社長のお菓子とジュースをもう全部食ってやりてぇな、俺。どういうこと。もういいよ、別に龍力取ってこないじゃないですか、じゃあ。頼む頼む頼む。じゃあ、なんだろう。頼む。なんで俺なの。ねえ、お腹減ったよね。もういいや、なんで俺なの。あ、お前が取ったところにしとけよ。それまずいっしょ。それはいかんっすよ、それは。それは言ったらあかんっすよ。お前が取ったことにしとけばいいんだよ。いいっすよ、それだったらなんすよ。何飲む？何飲む？ハイボール、ストロングのチューハイ。酒ばっかりだかい。あの人、ほろ湯なんか飲むの？顔がほろ湯みたいな顔してるとカフェオレ、小豆風味のカフェラテ。社長、こんなの飲むの？ダメでしょ、やっぱりあの人飲んだらこんなの。いや、一人の時は飲むんじゃない？多分。お菓子はお菓子。俺自分で取りやもん、そんな。俺パシリじゃねえし。お前だから大丈夫だってもう。いや俺知っとんねん、あれでもいつもどこにお菓子あるか。いつも食ったんすね。まあ、とりあえず救急しようか。あれエアコンはついてる。じゃあエアコンのリモコンあるだろ。ねえ、エアコンのリモコン。どこにあります？あ？何でもあるんだお前。お前従業員だろ。あるわここに。じゃあこれ。これちゃうわ。これ。あ、設定の18兆になったよ。まあ、バカ社長来るまで休憩しようぜ。にしてもっせん。勝手にウーバーイーツ頼む。企画変わってくるやん。いつまで怒られちゃったのか。じゃあ、でもこれでいつもこうやってテレビ見たりとか、こうやってテレビ見ようかな。ちょっと俺社長になった気分だわ。まず、アマゾンプライム。マルチネットフリックス。あれ？流域があるんだって。あら、ちょっと。あら、最近スキッティ撮ったやつ。何だろう、何だろう。それ全然分からん。コインのスケッチ見てるんですね。韓国系ばっかり。切ないやつばっか見たら。ねえ、ちょ、待て。ちょ、今、待って、よく社長が言う言葉じゃないこれ。おー、この子、右耳。俺のこと好きでしょって。よくエリーちゃんに言っとるじゃないか。こっからじゃない、パクったの。そういうこと？違う。コインのドキドキスパイク。カバン置いてけいいぞ。あ、わかりました。あと100円。あ、いただきます。ビビるよ。俺らが言ってね。俺だったら怖いよ。入った瞬間誰だよ。確かに確かに。やっとんの？お疲れです。お疲れです。逆に何やってるんですか。
なんでヘルメット家にあるんだ。なんでヘルメット家までカメラ回しそうな、お前家玄関開いてるもんね、鍵かけるの忘れたから。なんでヘルメット家ヘルメットはどうでもいいけど。YouTube と撮ったもんね。で焦ってこいつ、まあ、インスタで勉強しとるもんで、ね、何やってんのこっちは一生懸命仕事しとるもん。8時半だから社長帰ってくるの遅かったんで、社長のカフェラテ何言ったんだ。何言ったんだ。社長のポテトチップスとポテトチップス。お前2つ。お前これ日曜日昨日帰りって送るぞ。俺わざわざお前コロナリスク背負いながらスーパーに。なんなら社長が最近鬼滅の刃好きってたんで見ようか。鬼滅の刃ちょっと最後で見たんだよ。何やっとんのお前。お前も何勝手に入ってたんだ。いや、僕、あの、なんかミッチーさんはお前手めっちゃ震えとるもんね。マイクめっちゃ震えとるもんな。なに一緒、クロー見てないですか。クロー見てねえ。あ、マスク、やべえ。ヘルメットの外からマスクしてる。ちょ、会社すぐそこなんで、視聴者の皆さん。いいよ、もう YouTube 俺の中でオワコンだね。いや、俺もうインスタだね、俺。インスタに卒業しましたね。インスタの先生だね、俺。もう俺、ちょ、お前、俺に飯食え。今から勉強するぞ、俺。あ、はいとか言って。現場までよな。いや、これすごいじゃん。あのこれは何千人？あ、いたらの YouTube。 いや、全然大丈夫です。チャンネルが？チャンネルって普通の名前でやってます。なんで検索したら出てくる？アイドットなわきで出てきます。アイドットなわき？ちょっと貼ってきますんで。はい、こいつすごいよ。あの、インスタの先生だよ。いや、マジです。でも今日の、あの、夜食のポテトチップス食ったからね、もうこれ。あ、ですか？うん。僕のお題。まあいいってよ、お前。なんとんだ、これは。え、マジ出ないんすか？何の企画これ？車。気づかなかったんすか？クラウンのボンネット見ました？見てない。見てないですか。はい、どういう企画なの。落書きしてみたっていう。ちょっとお前嘘、本当に言ってる。本当に YouTube 撮ってます。嘘だ。どういう、はい、あ、名前言っちゃったか。話まくられとるやお前何だったら履歴書出したるぞ。何やっとんの人ん家買ってないってお前。うわ、女子なんだよお前。いや、あの車ちょっとあのYouTube の企画で。先生どうします。ドレスアップしといたから。ドレスアップ。インスタ、先生どうします。インスタ映え。あ、インスタ映えになるかもしれない。え、見てないですか。映え見ます。映え。ちょっと僕らまずいっすよ。マスクつけてこなあかんさ。あ、マスクつけてこなあかんさ。もう、いやもう発散しやがってお前は。もう家に入ってたらもんでいいかなと思って自分ちのようにするやつだった。いつかおった。はい、いつかおった。30分、1時間前ぐらいです。お前これ仕事だと思っとんか。お前これ仕事だと思っとんの。思ってないです。お前これ仕事だと思っとんの。思ってないです。まさか、マスクもシート撮影しろみたいな。お前、お前、お前、息荒くなって肩、肩が笑った。深呼吸してる。どこにやったの。バイエーって、バイエーって。フロント、フロント。いい感じに映えてる。結構映えますよ。見積もりもよろしくお願いします。どうぞ。お電話待ってます。本当の撮りだよ。嘘でしょお前ら。いやでも一応撮れるやつ。お前笑い事しちゃって。撮れるの。撮れるやつ。撮れるやつ。ドッキリなんで一応撮れるやつ。ドッキリじゃないかよお前ら。いつもやってること完全に俺騙しとるよ。ドッキリでもなんで俺だよお前ら毎回撮るんだけど。映えですね。インスタ映えになります。あ、そうだね。インスタ映えでいいもんね。まあ、ちょうどいいよ。これ撮れるのもんね。撮れます、撮れます。これもお前一つ撮ったけど、これ撮る前に書いてったら、まあ、ほんとぶっ殺すよ。まあ、10時でも11時でもやっとけよ。わかりました。おい、はい、YouTube 関係ねえよ。オーコンならええで。俺インスタグラマーだから。会計のことも喋ろうかなって思って。はい、ぜひまたチャンネル登録お願いします。はい、お願いします。 YouTube はあのチャンネル解除お願いします。もう終わりました。こんなドッキリばっかする会社。次のステップで進みます。フォアメリスタやっとんだろ。やってます。やっとんだろ。やってます。なんていうチャンネル。リュージ、はい、検索したときリュージ999でやってます。リュージ999、はい、でやってます。ラウンドらしいんで。あんま検索しないでください。あんま検索しないでプライベートなんで。お前のプライベート俺のプライベートってどうなるの。やっぱりインスタ映えすから。俺のプライベートってどうなる。休みの日に足枠ばれちゃうし。家帰ってきたと思って誰かおるし。家帰ってきたと思って誰かおるし。
銭湯行ったらお前囲まれるし、ゴッツマンに、トゥルゴッツマンに囲まれるし、ナイステップだけ。まあいや、まあ近所に来て怒られる。こんな YouTuber いないの普通なんか家バレたとか言ってなんか結構問題になってるけど、うち取りまくりじゃん。アウトやん、もううちのなあ、うちの YouTube 名前さらしてますアウトになってますお前らほんとやばいねさらしてますからね普通なんか家バレたもんで、ね、なんかもう引っ越しましたとかなんか言ってない。あ、よく言ってますよく YouTube で言ってないなんかだってあれですもんね、バイト車乗ってちょっとインスタも上げとくんで、またこれインスタも多分上がってる、まあ先に上がっちゃうもんな、ね、でもインスタはな、今日上げちゃう、チャイムに上がってるんで、またぜひチャンネル登録といいねもお願いします。よろしくお願いします。お願いします。また見てねー。また見てねー。おろおろチャンネル出すよろお前ら。出る話に出るからこっち。お前あこれめちゃくちゃ俺お気に入りのやつだぞこれじゃあこの間もなんか家来た時にこれあげただろあいつにこれしかないやつこれ結構高いよ、こっちは90円ぐらいなんで、これこれ200円ぐらいするんだってお前何飲んどんだこれら。いやまあ飲んで、でもこいつにあげたんだよこれ。もういいってよ、もう相手に飲まんくてよかったなお前飲まんくてこれでもお前にこれあげただろ。あげました、あげた。どう覚えとるんだよ俺ね、こいつにあげないからもう1個しかねえこれしかあれ結構200円ぐらいするんだわ、高いんだわあれ美味しいですもんね。あれ美味しいよなお前カメラ持っとるもんね、お前殴られんと思ってるだろう